今年のヒット商って予測できないものなんですけどね、はい、まあ今の条件からどういう変化がするのか、まあ、外へ出たいけど出にくい、物価上がった、しかし所得はどうなるんだろうか、まさにどうする家計という感じなんですね、はい、まあどうする家康みたいな感じなんですけれども、まあ、その辺の消費行動変化を見ていきたいと思います、はい、そこから何がヒットするのかということですね、はい、日経トレンディーの12月号に掲載されたヒット予測の商品はこちらです。1位は コンビニジムでした。先月のヒットの薬でも取材したチョコザップ。ライザップが展開する月額およそ三千円の低価格ジムです。この格好で五分十分で、あの利用できるので、そういう意味で使いやすいというところが魅力かなと。 着替え、靴の履き替えが不要、今年の消費でも重視されるタイパ、タイムパフォーマンスの良さが評価されました。本格展開から2か月ほどで、会員数が10万人を超えています。はい、コンビニジム、すでにヒットしてきているようですね。そうでですね。分も ね、着替えもしなくていい、まさに名前コンビニジムと言っているんですけども、はい、あと価格も、ね、あの総額で3000円台ということなんですけども、はいあの、ライトアップの社長が言ってましたけども、ここまで安くしたら使わない手はないぐらいに下げたということらしいですね、はい、まかなり究極のコス,パだコスパでもあるということです。はい これ内浜さんはこのコンビニジムどういうところに商品があると思いますすか、うん、そうですねあの私たち箱戸生活総研では、まあ、調査を通しまして今年のヒットのキーワードとして え、攻めの暗金譚というものを掲げていますえ、はい、これはですね。あのまあ物価高などの影響を受けてまあ安炭、暗金譚あの生活を守るというところにも注目されるんですが、一方でえっと生活を新しくする。楽しくするというまあ、攻めの姿勢というものも同時に備えている。両立しているようなものが、今年のヒットにえながっていくんじゃないかなというふうに思っています。まあ、例えば1位の国内旅行はまあ、近場ですけれども、少しえ贅沢なえことをやってみたりとか。 あるいは10位に100円ショップなんだけども、その中の300円商品、こういったものが注目されていたします。で先ほど VTR にもありましたコンビニジム、これはまさに安金単んたんをまあ備えていながら、同時にまあ隙間時間をですね有効活用できるという攻めの要素もあるということで、ヒットの有効株になっていると思このす、うん、この安金単というのは、それぞれどういうことですか、中村さんあ安金単、まあはい、安心ですね。あと近いは金は近いいはは金 ですね、そえから短いはタイまさにタイパーですよね、コンビニジムはまさにこの暗禁炭ということなんですね。すねはい、ということで,です、ね、今回、中村さんに今年のヒット予測のキーワードを挙げてもらいました。はい、こちらです タイパは続く、リガタ消費、内なか充実、はい、そして跳ねる静岡ということですね、はい、まず一つ目、タイパは続くこちらですけれども、これはどういう商品があるんでしょうかまあ今、先ほどあのご紹介あったです、ね、あのコンビニジムですね、まあ、それが一つだと思うんですけれども、あとクイックコマースというです、ね、えー、わずか10分で届けてくれる宅配スーパーですね。 もうこんだけお店が密集しているにもかかわらずです、ね、より近く、ね、早く持ってきてほしいという、まあ、そんなニーズを満たした、まあ、サービスとということですねそれからバラエティー自販機というのもあるんですねおいしい名店のです、ね、ラーメンをです、ね、自販機で食べれる<ー>例えばジローインスパイア系とかです、ね、有名つけ麺店をです、ねまあ、気軽に楽しめるというのが私も先日、実家に帰った際に<あ>近江牛の自販機というのを見つけまして かなりこう種類も豊富になっているのかなと思ったんですけれどもそう,そうですね、はい、もう本当に無人販売って、どん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 街に増えてるなという印象ですよねそうですね、はい、こうやって冷凍で商品が販売できるようになったというところも大きいででしょうね、はい、う,ん、そうですねねそす日野さんはこのタイパ重視というのは、いかがですか。はい、はいここ続くと思いますす私もですねあの 羽田に行ったときにご当地自動販売機というのがありまして羽田でご当地というのもあったんですけど思わず買いいたくなるととうのもあありますあと私たちの調査では明るい気持ちになる買い物 っていうのも実はデータで出ていまして楽しくなるっていうのもキーワードだと思います。うん、はい。ただその一方で物価、はい、高もあり、そうです。節約こも強まっているということですね。だからこそこう気持ちが落ちるからこそ気持ちが上がるものとコスパを両立させたいっていうものにいってるって感じですね。はい。続いてのヒットキーワードが。 内中充実ですね。はい、中村さんこれはどういうことでしょうか。文字通りですね。内中でいかに充実させるかということが一つとですね。はい、あとまあ節電時代にですね節電を楽しむまあそういう意味でも含めたら充実という意味なんですね。確かにコロナ禍でお家で過ごす時間だいぶ増えましたよね。増えましたね、うん。そこを充実させていくということなんですね。はい、ではこちらご覧ください。家具売り場にあったこちらのテーブル実は。 一番大きな特徴としましては、手前側に2杯、冷蔵室が搭載されておりますので、お手元にドリンクなどを冷やしていただくことが可能になっております冷蔵庫機能のほかにも、スピーカー、スマホ充電など、多機能なテーブル型家電です。 このように、ステルス家電と呼ばれる、パッと見では存在がわからない家電が、今年のヒット商品候補ですこちらのリクライニングチェアは、スピーカーカがついていてますさらに、こちらはバスマットと体重計が一体化。 片付けが不要で、足拭きしながら体重が測れるので、体調管理が習慣化しやすいということです。はい、このステルス家電、面白いですが、これ、日経トレンディのヒット予測では、2位に入っていま本当におも面白いですね、置き場に困らないというかいい、ねね、ショースペースにもなるというわけですしね、すぐ飲みに行けるっていう。 これ面白いですね。タイプパ的ですよね。超タイプパですけどね。ソファーから一歩も動かなくなっちゃいそうですよね。プラネさんは気になるものありましたか？あのバスマット式の体重計、体重計毎日乗るのも嫌じゃないですか。あれだったらまあ気づかない間に測ってもらえるのまあまあいいかなとも思いましたけれども。めんどくさいしね。そうし楽しいんですよね。素晴らしい。でこのあたりも。 今商品いろいろ持ってきてもらってますが、はい、これはどういうものなんでしょうか。そうですね。あの内田家常実といえばこのですね、あの炭酸で割るビールですね。まあこれも,もあのそうですそうです。 これ薄くでできるわけですね、はい、まあコくも飲めますけど薄くも飲めるというところでもともとこれアルコール度数16%なんですねこれで飲むと結構なもんですけどもね、はい、これ薄くであ炭酸で割っていくというまあそういうビールだったりするわけですね、はいまあ、やはり宅飲みとは何だかないってついてますしなかなかまだ居酒屋に行くことに抵抗ある方がまだ多いんですよね、はい、そういう上を捉えてるということだと思いますその隣は オートミールですか。かオートミールも、あ、西野さん詳しいですよね。はい、まあ、詳しいというより、とっても女性たちがね、たくさん、ま買っていますし、あの、レシピが豊富に書籍が出てきていて。食べ方も楽しめるようになってきてるっていうのも大きいと思います。うん、ご飯と一緒に食べるんですかね。これそう、まあ、そのままって方、ね、あの、いろんな食べ方があるんですね。もう、食事と主食的に食べるって方もたくさんおられますし。うん この2023年もやっぱりこの家の中を充実させるという商品はヒットに女性たちの中では家の中をエステ化するという感じであの美顔器も大変伸びてきておりますし去年はあのセカンド冷蔵庫も大変売れましたから冷凍庫ですねこうした意味では家の中で充実していろんなものを食べたり飲んだりそして美容をしたりっていうことを、まあ、お家の中で充実させていく。あと あの寝るお部屋もとにかく明かりであったり香りであったりを楽しむという様子が見えてきてきますある意味これもタイムパフォーマンスの一種なのかなと思ってわざわざこう出向いてそれだけに使うというよりも家で何かしながらできるというのもタイムパフォーマンスなのかななんて思いながら。 見てましたそうですねしかも先ほどおっしゃった体重計などちょっとネガティブな部分は見たくないけど <laughs> でも習慣化はしたいからちゃんとしてる自分はポジティブであるという <laughs> 両方を捉えていくっていうね2つを追っかけていくということですね。 家中充実というのはどうでしょうか。内中充実どうでしょうか。そうですね。あの。内中でどう時間を過ごすかということを考えたときに、まあ、皆さんもちょっと思い浮かぶのはやっぱりこう。家でゆっくり動画を楽しむみたいなことはあると思います。で、特に。我々の調査の中でも、第二位のところにですね。えっと、有料の動画配信サービスというものが上がってきました。<ー>で、まあ。 数年継続しているトレンドではあるんですけれども23年も続くだろうというふうに思っています。というのもです、ね、あのこの23年のコロナ禍を通じて皆さんあの家の中で,です、ね、どう楽しく過ごすのかということを試行錯誤をされてきたこの数年だったと思うんですよねで。最初は仕方なくやってたんですけれども だだんだんです、ね、やってみたらすごく便利だすごく楽しいということに気づいてしまったんだと思うんですこの特に動画配信サービスだったりという、はい、でそうすると一回気づいた楽しみというのはなかなか手放さないというところでそこのトレンドが続いていく意外とです、ね、このコロナ禍の置き土産というかそこの、えー、で気づいたことが今後もトレンドを作っていくその一つがうちなの充実ということなのかもしれないなと私は思っています。うん